祇園精舎の風の声、諸行無常の響きあり、沙羅双樹の花の色、上者必衰の断りを表す。さっくり平家、さっくり読んでまいります。祇園精舎ではなく、高野四郎の鐘の音とともに、朗読をしていきたいと思います。定本は中央公論社巻、平家物語絵巻全12巻。サムネイルは明星大学さんのものをお借りしております。本日からは源氏の方のお話になっていきます。それでは参ります。平家物語絵巻巻の第8中、征夷将軍の院宣のこと。征夷将軍ですね。大はいらないんですね。まあでもまあこのままにしておきます。原文第1段、去るほどに鎌倉の先の兵衛の助頼朝、舞踊の名誉長寿賜るによって言いながら征夷将軍の院宣のくださる。御使いは佐師匠中原の安定とぞ聞こえし、10月4日の日、関東へ下着。兵衛の助殿のたまいけるは、そもそも頼朝、舞踊の名誉長ゼルによって、いながら征夷将軍の院宣の子をぶる。されば私にてはいかでか受け取り立てまつるべき、若宮の拝殿にして受け取り立てまつるべし、とて、若宮へこそ参り向かわれけれ。八幡は鶴岡に立たせたも、時計岩清水にたがわず、回廊あり、楼門あり、作り道十余町を見下したり。そもそも院宣をば、たれしてか受け取り立てまつるべきと表情あり、三浦の助義澄して受け取り立てまつるべし、そのゆえは八か国に聞こえたる弓矢取り、三浦平太郎ため継ぎが罰用なり、父大助も君のために命を捨てしつわものなれば、加納義明が義明が高専の明暗の寺さんがためとぞ聞こえし、院宣の御使い安貞は矢の子二人労働十人愚したり、三浦之助も矢の子二人労働十人愚したりけり、二人の矢の子は和田の三郎宗実、比企の藤四郎義和なり、労働十人おば大名十人して、一人ずつにわかに仕立てられたり、三浦の助その日は家賃のひたたれに黒糸脅しの鎧着て、国室の太刀を吐き、24歳たる切符の矢おい重堂の弓脇に挟み、兜をば脱いで高紐にかけ、腰をかがめて院宣の受け取り立てまつらんとす。さ師匠申しけるは、ただいま院宣受け取り立てまつらんとするは、たれびとぞ名乗りたまえと言いければ、兵衛の助の助の字にや恐れけん。三浦の助とは名乗らずして、本名三浦荒次郎義澄とこそ名乗ったれ、院宣をば乱箱に入れられたり、兵衛の助殿に立てまつる。現代語訳。そのうちに鎌倉の先の兵衛の助源頼朝は、武勇の名が高くなったので、鎌倉にいたままで後白河法皇から征夷大将軍に任命する旨の院宣を賜った。お使いは佐師匠中原の安貞ということであった。10月4日院旨が鎌倉へ到着をした。頼朝は
この頼朝が武勇の名誉高きによってこの鎌倉の地にいたままで征夷大将軍の院宣を賜るとのこと。したがこれを支度において、まあ、家でですね、自分の家で支度においてお受けするははばかり多し、鶴岡八幡宮は神谷の拝殿においてお受けいたすことにしようと言って若宮に出向いたのであった。八幡宮は鶴岡に建立されている。その地形は山城の国の岩清水八幡宮によく似ている。回廊があり楼門があり、参道の新道十丁余りを真下に見下ろしている。一体こたびの院宣は誰の手でお受け取り申すべきであろうかと評議をなさった。三浦之助義澄をして受け取らせるべきである。そのわけは、彼は関東八カ国に知れ渡ったもののふ、三浦平太郎為次の子孫であり、父大助義明も君すなわち頼朝に仕えて命を捨てた武士であるから、その父の供養菩提のためにもなるということであった。院宣の使者安貞は矢の子二人、労働十人を引き具していた。三浦之助も同じく矢の子二人、労働十人を従えている。二人の矢の子は和田の三郎宗真と比企の藤四郎義和であった。労働十人には大名十人に一人ずつ急いで用意をさせた。三浦之助のその日のいでたちは、勝色というのは褐色ですかね、いわゆるね、勝色のひたたれの上に黒糸おどしの鎧を着用して、黒漆塗りの太刀を帯び、切り符の鷹の羽をつけた24本の矢を背負い、重堂の弓を小脇に挟み、兜を脱いで鷹紐に結び背に覆っている。腰をかがめて院宣を受け取るために安貞の前に進み出た。安貞は、今院宣をお受け取らるるはいかなるお人か、名乗りそうらえと呼びかける。すると三浦之助は、助の一文字が頼朝の兵衛の助の助と重なることをはばかったのであろうか。三浦之助とは名乗らずに、本名三浦荒次郎義澄と名乗ったのであった。院宣は乱箱すなわち千字などを入れて鬼神の魚卵に供する蓋付きの箱に入れてあった。三浦之助はうやうやしく受け取ると頼朝の前に捧げたのであった、それではサムネイルのご説明です。征夷将軍院宣のこと。源の頼朝にいながらというのは鎌倉にいながらですね、にして征夷大将軍の院宣が下る。頼朝は異議を正して鶴岡八幡宮で黒糸おどしの鎧を着た三浦の義澄を使いとして中原の安貞から院宣を受け取るというわけで、まあ、受け取りをしているシーンですね。このひたたれが褐色というか黒っぽい褐色なんですね。こういうふうに取り継ぐっていうことはあるんでしょうかね。一応ですね、この神座に座っている雲源べりの、まあ、なんて言うんでしょう、この繁盛というかですね、畳の上に座っているのが院士を持ってきた、院宣を持ってきたですね、院士の佐師匠中原の安貞ですね、で、まあ、そこから箱に入れてですね、三浦の義澄をこう返してですね、それで頼朝にお渡しをしているところなのかな。さて、それでは第2弾、ややあって
乱箱をば返され蹴り、重かりければ安さだ、これを開いてみるに、砂金百両入れられたり。サムネイル変えますか。お、一文字さん、こんにちは。特大バフンケーキ、ちょっと待って。でもね、鹿の糞っていうあれは何ですか、お菓子ありますしね、バフンケーキがあったっておかしくないですね。モンスターのケーキとかいろんなものが今ありますからね、何があったっておかしくないですけど。ちょっと待った、いきなりそれかい、朝から。朝からってもう昼か。まあとりあえずお賽銭ありがとうございます。それでは続き、砂金百両入れられたり。これは山吹色のお菓子的な。若宮の拝殿にして安定に酒を勧められる。西院の助拝膳す。五位人一人薬草を務む。馬三匹光る。一匹に蔵置いたり。宮の侍狩野の工藤一郎助常これを引く。古き茅屋をしつらいて。安定を入れらる。厚綿の絹二両こそでとかさね、長持ちに入れて儲けたり。紺藍ずり白布千段のつめり、廃盤豊かにして美麗なり。現代語訳。しばらくして乱箱が返された。重かったので中原の安定が蓋を開いてみると、中に砂金百両が入っていた。若宮の拝殿において安定に酒が勧められた。西院の助中原の近吉が給仕方を務める。五位の侍が一人食膳を捧げて運ぶ役を務めた。引き出物の馬三頭が広庭に引かれてきた。中の一頭には蔵が置かれていた。大宮の侍たる狩野の工藤一郎助常がこれを引いた。古い茅屋を整備して当座の宿所として安定を迎え入れた。部屋の中には厚綿のこれは真意と読むのでしょうかね。真意、2着、それに小袖が10着、長持ちの中に収めて用意がしてあった。また別に紺藍ずりと白布の一千反が高く積み上げてあった。さらにはもてなしの酒や料理は豊富で豪華であった。はい、一文字さん、お茶ありがとうございます。バフンケーキ生クリームだらけで美味です。マジですか。でもな、やっぱりさ、人間ってさ、その生、なんていうのかな、見た目とあとは名称っていうものからね、やっぱり頭が固いとこう囚われちゃうからね、離れられなくなっちゃうからね。宮城の三輪沢で売っていたチン菓子でありまする。そうか、あとでちょっとそれ、ググってみますね。なんだっけ、昔さ、あ、まあいいや。いいか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 、置いといて。なんかね、こうやって、まあ、今で言ったらね、現玉がバーンってこう積み上がってるような感じですよね、このシーンはね。さて、それでは続き、第3弾。次の日、兵衛の助の太刀へ向かう。うちとに侍あり、共に十六軒までありけり。当侍には、矢の子労働、肩を並べ膝を組んで波いたり、うち侍には一門の源氏上座して、松座には八カ国の大名将名いながれたり。源氏上座には安定を据えらる。ややあって神殿に向こう。上には高麗べりの畳を敷き、広びさしには紫べりの畳を敷いて安定を据えらる。ミス高く巻き上げさせて兵衛の助、兵衛の助殿入れられたり。その日は方位に立て星なり、顔大いにして背低かりけり。あ、そうなんだ。要望優美にして言語分妙なり。まず司祭を一時述べたり。そもそも平家頼朝が異性に恐れて都を落つ。
その後に木曽の義仲十郎クランドらが討ち入って、我が光明顔に感化会を思う様につかまつり、天津さえ国を嫌い申す上吉会なり。また奥の秀平が陸奥の神になり、佐竹の患者が日立の神になりて、これも頼朝が下地に従わず、彼らをも急ぎ追討すべき吉の院前賜るべき。と吉を申さる。安定やがて、これにて妙部をも参らせとは総羅へども、当時は御使いの身で総羅へばまかり登って、やがてしたためてこそ参らせめ。おととで総羅篠大夫重吉もこの儀を申し総羅と申しければ、京江之助殿あざ笑うて。当時頼朝が臣として、おのおのの名簿思いもよらず、去りながらもいだされば、さこそ存ぜめとのたまいける。安さだ、やがて今日奨楽のよしを申す。今日ばかりは当流あるべし、とてとどめらる。現代語訳。次の日、院士中原の安さだは、兵衛の助源頼朝の館へ参考した。まず土佐部来と内佐部来の詰め所がある。共に長さ16間の建物である。戸侍には矢の子労働らが肩を並べ膝を組んで列座している。内侍には上座に源氏一門の武士、松座には関東八カ国の大名商業が居並んでいる。まず源氏の武士の上座に安貞を迎える。しばらくして頼朝の神殿に参考する。上座には高麗縁の畳を敷き、広びさしの間に紫縁の畳を敷き並べて、安貞の座をしつらえた。ほどなく御簾を高く巻き上げさせて、兵衛の助頼朝が出座してきた。その日は無門の狩り犬に立て干しをいただく服装であった。顔が大きく背丈は低かった。容貌は優美で、言葉は極めて明瞭であった。まず頼朝が詳しい事情をいちいちと申し述べた。そもそも平家は頼朝の威勢に恐れて都落ちをしたのだ。なのにその後に木曽の義仲十郎クランド行家らが京に乱入をして、自分の先行であるかのごとくに振る舞って官位を思いのままにし、しかも人国を嫌って勝手を申すなど、まことにもってけしからぬことじゃ。また奥州の藤原の秀平が陸奥の神になり、佐竹の患者高吉が日立の神になって、これまた頼朝の命に従わん、これを直ちに追討すべしとの院宣を賜りたいと申し述べた。これを聞いた安貞は、やれやれ、この安貞もすぐこの場で兵衛之助殿に名簿を差し出したいとは存じまするが、今は院事の身の上、お使いなので私にその権限がないので、とよくありがちですね。今日にまかり登って改めて書いてお届けいたしましょう。弟の篠大夫重吉も同様に申しておりまする、と申し上げた。すみません、さっきのやれやれだぜっていうのは嘘ですからね、ないですからね。続き。これを聞いた頼朝は大笑すると、今この頼朝の身としては、あなたたちの名簿をもらおうなどとは思いもよらざること。したが差し出されたならば、そのように承知いたすであろう、と言った。安貞はすぐ今日にも帰楽をすると申した。頼朝は今日だけは逗留なされよと引き止めたのであった。第四弾。次の日、また兵衛の助の太刀へ向こう。よもぎ糸脅しの腹巻一両、城を作ったる太刀一振り、重堂の弓に野や添えてたぶ。馬13匹光る、3匹に蔵置いたる。12人の矢の子労働どもに、
滴れこそで大口馬物の具に及べり、馬谷も300匹までありけり。現代語訳、次の日中原の安貞は再び頼朝の館に志向をした。頼朝はかねて用意の萌木伊藤同士の腹巻一両、白金作りの太刀一振り、それに重戸の弓に野矢を添えて安貞に送った。また馬13頭を引いて与えた。中の三頭には蔵が置かれている。京から随行した12人の矢の子老頭どもにも、それぞれひたたれこそで大口バカマ、馬武具などがこまごまと用意をして引き出物として授けられたのだった。その馬だけでも300頭という豪勢な贈り物であった。第5弾、鎌倉井出の宿よりも近江の国鏡の宿に至るまで、宿宿に十石ずつの米を置かれたりければ、たくさんなるによって世行に引きけるとぞ聞こえし。現代語訳、鎌倉を出た次の宿から近江近江の国鏡の宿、現在のですね、滋賀県蒲生郡竜王町鏡というところですねに至るまで、長い都市の宿々に源頼朝は米十石ずつを配置させた。中原の安貞一行の気楽の旅の接待のためであった。だがあまりにもたくさんの瀬物に辺りの貧者に施されたということである。さて、それではサムネイル見ていきましょう。頼朝は、安貞、後白河法皇のお使いの安貞に多くの引き出物を与え、次の日館で安貞と会います。頼朝は都に入った木曽義仲や源行家、それから奥州の藤原の秀衡、この人が義経を育てたわけですけれども、育てたというかね、かくまってたわけですが、それと日立の源重義らを誹謗し、追討の院宣を促すと、こういうわけでございます。奥州の藤原の秀衡のあたりと、その源氏の確執なんかももう何代とにもわたっているわけで、このあたりも結構面白いんですけどね。それでは以上で、征夷将軍院宣のこと終わります。ありがとうございます。時間ももう少々ありますし、今日はバシバシ読んでいきたいと思います。それでは次のシーン、猫魔のこと、サムネイル変えますね。あれ、猫って、赤篠さん、こんにちはっす。自習できる某大学の図書館なう。あ、お疲れ様です。はい、お勉強、おきぱりやす。お賽銭ありがとうございます。それでは続き、猫魔のこと第1弾。安貞、都へ登り、引山して、おつぼのうちにかしこまって、関東の様をつぶさに騒文申したりければ、法皇、大いに御感ありけり、苦行も天上人も越後にいらせおわしまし、いいかなれば兵衛の助は、功こそ優秀おわしませしが、当時、都の守護して、騒らわれける木曽の義仲は、にもにず、あしかりけれ。色白う、見目は良い男にてありけれども、立ち居の振る舞いの無骨さ、物言いたる言葉続きの堅くななること限りなし。断りかな、二歳より三時に余るまで、信濃の国、木曽という片山里に住み慣れておわしければ、
なじかはよかるべし。よかるべきですね。現代語訳、中原の安貞は都に帰ると院の御所に志向し、中庭のうちにかしこまって法皇に関東の様子を詳しく報告申し上げた。法皇は大層関心をなさった。列座の苦行天上人も皆満足げに微笑んだことであった。どういうわけか兵衛の助、源頼朝はかほどに立派であった。それに引き換え、その頃都を守護していた木曽の義仲は似ても似つかず見苦しかったのである。顔は色白で目鼻立ちは整って良い男ぶりであったが、起居振る舞いが不作法なことや、言葉遣いが田舎なまりでそやなること限りがなかった。それというのも道理は道理、2歳から30歳余りになるまで信濃の国木曽という山奥に住み慣れていたので、どうして良いはずがあろうか。いやー、なまってたのは仕方ないと思うんですけどね。木曽のなまりってちなみにどんななまりなんでしょうね。よくわかりませんけれども、どうでしょうね。イケメンで武勇も優れた男がですね、口を開いたらすごいズーズー弁だったみたいな感じなんですかね。そのギャップ萌えっていうわけにはなかなかいかないですかね。でもね、私これを見て頼朝は良かった、落ち着いてて、容貌は優美で、だからまあまあイケメンで、言葉もはっきりしていたと。まあやっぱり、それは見た目とその耳から入った、ファーストインプレッションがね、やっぱ大事なんかなっては思いますけどね。ただ頼朝は顔が大きく、顔が大きくっていうのは今だったらね、小顔がやっぱりいいっていうことなんでしょうけど、顔が大きいっていうのは昔の場合褒め言葉ですので特にその偉い人はね、顔が大きい方がいいらしいんですよね。ただ背が低かったっていうのはどうなんかなと思いますよね。頼朝像、国宝のね頼朝像がありますけれども、あれなんかはねすごくかっこいいですよね。でも立ってみたら背が低かったって言ったらどうしようかなってちょっと思いますけどね。実際背丈どのくらいだったんでしょうかね。さあ赤文字がついてますが、このまま参ります。でも国宝の頼朝像はですね、あれは強迫の持ち物なんだそうですね。神護寺のものなんですけど、強迫さんが今持ってると。それで、5月にですね、虫干しのために神護寺に里帰りして、その時に後悔するんですって。なのでね、行こうっていう話をねしてたんですよ。それでね、ところがよく見たらね、あれね、今ね、頼朝じゃなくて伝頼朝になって、どうやら全然違う人らしいんですよね。それでね、えらいショック受けてね、その話は一文字さん、イケメンが東北弁だったら吹き出す自信があります。マジですか。すっごい今風のね、イケメンでね、なんか見栄えが良くてね、でもね、口を開いたらね、ズーズー弁みたいなね、見事なズーズー弁みたいなんだったらどうしようって確かに思いますよね。そやでね、どっちがいい？どっちがいいじゃないか。さて続き、第2弾。その頃、猫間の中納言、三つ鷹の京という人ありけり。木曽にのたまい合わすべきことあって、おわしたりけるを、労働ども猫間殿のいらせたまいて候と言いければ、木曽大いに笑うて、猫は人に対面するかと言いける。これは猫間の中納言殿とて苦行にて渡らせたまい候と言いければ、さらばとて対面する。木曽猫間殿とは、え岩で猫殿の気どきにまれまれ湧いたに、ものよそへとぞ言いける。中納言殿、いかでかただいまさることのおわすべきとのたまえども、木曽何をも新しきものをば武縁と言うぞと心得て、武縁の平竹ここにあり、とうとうとう急がす。目の井の小屋田
配膳す、田舎格子の極めて大いに窪借りけるに、飯、うずたく法をよそい、御三三樹にして、平竹の汁にて参らせたり、基礎が前にも同じ体に据えたりけり、基礎箸取りて食す。中納言はあまりに、これなんて言うんだっけ。あまりに合祀のいぶせきに召さざりければ基礎。汚うなあ思いたまいそう。義仲が精進が合祀で候ぞ。と、進むる間。中納言殿、召さでもさすが、足かりなんとや、思われけん。箸取って申すよしして、差し置かれたりければ基礎大いに笑うて。猫殿は正直にておわすよ。ぎこゆる猫おろししたまいけり。かいたまえかいたまえ。と責めたりけり。うためた、笑けてきた。中納言殿はかようのことによろず興さめて、のたまい合わすべきことども、一言葉も言い出さず急ぎ帰られけり。一文字さん、お茶ありがとうございます。究極の二択、無。究極の二択。ここ、私、基礎弁ってどういう言葉かちょっと全然思いつかなくて、赤かぶ検事が喋ってるのは違いますよね。ダメだ、私の中では山形弁で再生されてますね。なんでだろう。青森弁はよくわかんないし。それではここの部分読んでいきます。次の日、ごめんなさい、ここじゃなかった。ダメだ、笑けてきた。その頃、猫間の中納言、藤原の光孝という人がいた。木曽の義仲に相談事があって、木曽館にやってきた。来訪を取り継いだ労働どもが、猫間殿のご従来でござりまする、と申し上げた。義仲は声高らかに打ち笑うと、なんと、猫が人に対面するのか、と言った。一文字さん、山形、秋竹城弁ですか。そんな感じ、そんな感じ。んだずーとか。いかんいかん、山形県人を敵に回してしまう。続き。労働どもは、このお方は猫間の中納言殿と申される公家衆でござりまする、と答えた。義仲は、おお、分かった、それならば、というので対面をした。木曽義仲はそれでも猫間殿とは言うことができず、猫殿がちょうど飯時に珍しくもおいでになったそうな、何か食い物の用意をいたせ、と下知をした。こういう人いるね。これを聞いた中納言は、いや、ただいまはそんな時刻ではござりませぬ、と義仲を制する。だが義仲は、何でも新しいものを武宴というものだと心得て、武宴、塩がないというふうに書くんですが、武宴。なんで武宴って言うんですっけね。なんかこれ聞いたことあるんだけど、ちょっと忘れちゃった。後でまた調べておくね。ですね、この家に武宴の平竹がありまする、はよう持ってこい、とせき立てる。なんかこう新しく覚えた言葉を使ってみたいみたいなね、マイブームになってるわけですね。ネイの小屋田が食前の給仕に出た。中納言の前に差し出されたのは、田舎風の深い大椀に飯を山盛りにして、お菜三品に例の武宴の平竹の汁を添えてあった。まあ田舎もんですからね、飯てんこ盛りにしたらごちそうみたいな、そんな感じ。続き、義仲の前にも同じ全部が据えられた。義仲は箸を取ると食べ始めた。やばい、私はジョナさんがお父ちゃんに怒られた時にむしゃむしゃめっちゃ書き込んでるところがちょっと思い浮かんだよ。ディオを見習え、みたいな。違う違う。
義仲は箸を取ると食べ始めた。だが中納言はあまりに腕が気味悪いので一向に箸を取ろうとしない。義仲は汚いと思われまするな。その腕は義仲が朝夕仏前に備える腕でござるぞ。さ、はよ、はよ、と進める。なんて言うんでしょうね、イメージ的に言ったら、こう外国ってこう食器が誰の食器って決まってないですよね。でもこうセットでね、12枚で一揃いとかそんな風になっていますでしょ。でも日本の場合はこれはお父さんのお茶碗、これはお母さんのお茶碗みたいに個人個人のものじゃないですか。全が1個ね。だからそこがですね、毎日自分の使ってる禅ね、どこかに行ってみて、この箸毎日私が大事に使ってる箸なんですけど、よかったらどうぞって出されたらちょっと気持ち悪いじゃないですか。そういう雰囲気。あ、一文字さん、お茶ありがとうございます。そして悔しくて泣いたのを忘れて食べかけのチョコ。そうそうそう、よく覚えてる。そうそう、あ、食べかけのチョコだ。それいいから置いといて、確かにね、気持ち悪いよねこれね。中納言はあまりの事態も悪かろうと箸を取って一口食べるふりをすると箸を置いた。これを見た義仲は大笑して、猫殿は小食でおいでじゃの。日頃聞く猫の食べ残しでござるか。さあさあ書き込みなされよ、書き込みなされよ、と無理強いをする。中納言はこのようなことにすっかり興ざめして、相談すべきことを一言も言い出さずに早々に帰っていったのであった。非常にわかるね。ご飯の教養。でもね、これ別に人が悪いわけじゃないよね。悪気があってこういなんかやってるわけじゃなくて、単にね、ものを知らんというだけですけどね。さて、それでは続き第3弾。じゃあサムネイル先に見ましょうか。猫魔のこと、安定の報告によって法王や公卿たちに好意を持たれた頼朝とは対照的に、木曽育ちで武骨な義仲は嫌われる。義仲を訪れた猫魔の中納言光孝は猫の扱いを受けて、まあ、からかいを受けて不作法な凶王に腹を立てたと。なんか親しみやすい僕みたいな感じだったんじゃないかなって気もするんですけどね。どうなんでしょうね。なんかちょっと、なんかあ、キリタンこんにちはっす。はい、お布施ありがとうございます。このでも猫魔のことはですね、ここのコミカルなシーンについてはなんか中学校ぐらいの時に教科書にちらっとだけ載ってたような気がするんですよね。中学校高校かな、忘れたけどね。でもこれを見ると、その木曽義仲は乱暴だったので、非常にその嫌われたっていう、京都で嫌われたって言いますけど、別に物を知らなかった田舎者だっただけな気がしますけどね。やっぱり田舎者にマウントされるのが悔しかったんですかね、今日の人としては。さて、続き第3弾。その後義仲印山しけるが漢下界したる者、したたりにて出資せんことアルベウムをなしとて、にわかに包囲取り装束。装束、これって装束、装束っていうのは名詞じゃなくて、動詞で使ってるんですね。装束、おしゃれするみたいな意味ですかね。装束、かぶり際、袖のかかり、差し抜きの輪に至るまで、かたくななることを限りなし、鎧取ってき、や、かき追い、弓を支張り、兜の尾を締め、馬に打ち乗ったるにはにも似ず、足しかり蹴り。されども車に小神のぬ、牛飼いは、屋島の大井殿の牛飼いなり。牛車も、そなりけり、一物なる牛の末飼うたるを、角いずるとて、人すばへ当てたろうに、
なじかはよかるべき。牛は飛んでいずれば木曽は車のうちにて青の木に倒れぬ。蝶の羽を広げたるように左右の袖を広げ手をあがいて起きぬ起きぬとしけれども、なじかは起きらるべき。木曽牛飼いとはえ岩で、やれ子牛子でよ。あ、子でいって懐かしい言葉だね。やれ子牛子でよと言いければ、車をやれと言うぞと心得て、五六丁こそ、あがせけれ。今井の城、無知、あぶみを合わせておつき、何とて三車をば、かようにはつかまつるぞと言いければ、あまりにお牛の花が、こわうそうろうて、とぞ、述べたりける、牛飼い木曽に仲直りせんとや思いけん。それに候を手形と申す者に取りつかせたまえと言いければ、木曽手形にムンズとつかみついて、あっぱれしたくや、牛子でが計らいかどの、計らいか、殿のようか、とぞ問いたりける。現代語訳。その後、木曽の義仲は、隠御所に志向することになった。官位を得た者が、ひたたれ姿で出仕するわけにはいかぬ。というので、にわかに狩り犬を出して着用をした。冠の額には狩り犬の袖口のあたりや差し抜きの裾さばきなどもしどけないこと、この上もない。常日ごと鎧を着用し、弓矢を手に兜の尾を引き結んで馬に打ち乗った大しい姿とは似ても似つかぬ無様な格好であった。なるほどね。今で言ったら、スポーツ選手、例えば柔道選手みたいなごっつい人で、スーツとか着たことがないみたいな感じ。しかしながら、義仲はしどけない狩り犬姿のままで、牛舎の中に身をかがめて乗り込んだ。牛飼いは、屋島の音と平の宗盛が使っていたわらわである。車も宗盛の使用したもの。長らくつなぎ替えした一物の牛に、門を出るとき一口当てたから、なんで良いはずがあろうか。牛は竹に狂うように飛び出した。義仲は車の箱の中で仰向けに倒れた。まるで蝶が羽を広げたように、左右の大袖をバタバタと煽って、起き上がろうとするが一向に起き上がることができない。その上、義仲は、牛飼いという言葉を知らないので、やれ、牛使いの小わっぱよ、やれ、牛使いの小わっぱよ、と叫んだ。単語を知らなかったと、仕方ないと思うんですけどね。これを聞いた牛飼いは、車を早くやれ、というのだと早合点をして、またしても牛に鞭を当てて、五六丁もしっかりシックさせたのである。まあ、500-600メートル。今井四郎兼平が馬を飛ばして追いすがり、なんで三車をかように走らせるぞと叱りつける。すると牛飼いのわらわは、あまりにもお牛の鼻息があろうござりまするのでと答えた。牛飼いは義仲と仲直りしようと思ったのか、車の中に向かって、そこにある手形の木におつかまりくださいと呼びかけた。義仲は言われた通りに手形につかまって起き上がった。おお、これはうまい仕掛けじゃ。わっぱの工夫か、それとも音戸殿の考案か、と尋ねたことであった。超ウケるんですけど。さて、それではサムネイルですね。猫魔のこと、牛がめっちゃ走ってますね、これね。みんなめっちゃ走ってる。なんか面白いね、漫画だね、これまさに漫画だね。義仲が参上するために狩り犬装束を着れば兜と違って似合わない。孫にも衣装っていうのはあるけどね、逆だね。牛車を走らせれば仰向けにひっくり返ってしまう。車を止めよという命令が通じずに、牛飼いはさらに走らせてしまう。非
非常にコミカルなところですね。第四段。さて院の御所へ参り、門前にて車かけ外させ、後ろよりおりんとしければ、今日の者の蔵式に召し使われけるが、車には召され候を解き蔵式、召され候を解きこそ、後ろよりは召され候来、降りさせたもう時は、前よりこそ降りさせたもうべけれ、と言いければ、基礎、いかでか車ならんがらに、南城素通りば、素通りをばすべき、とてついに後ろよりぞ降りてんげる。そのほか、おかしきことども多かりけれども、恐れてこれを申さず、牛飼いはついに切られにけり。いや、ちょっと待って、最後がブラックなんですけど。現代語訳。やがて木曽の義仲は院御所に到着をした。門前で牛を長江から外すと、義仲は車の後ろから降りようとした。すると、義仲の蔵式として使われている京わらわが、車というものはお乗りになるときは後ろから、お降りになるときは前からお降りなされませ、と教える。だが義仲はこの言葉に耳を貸さない。いかに車とはいえ素通りするという手があるかと言って、とうとう後ろから降りてしまった。このほかにも木曽の義仲は滑稽な振る舞いが数々あった。だが人々はその意向に恐れて口にはしなかった。無残にもこの牛飼いわらわは切り殺されてしまったという。いや、ちょっと待てって感じですね。最後の切り殺されたのがちょっとなんか後味がむっちゃ悪いんですけど。これでも私この着てるやつ狩り犬なのかなってちょっと疑問に思うんですけどね。一応狩り犬と書いてあるから、まあそういうことにしときますか。以上、平家物語絵巻牧野八中猫魔のこと終わります。まあちょっとねコミカルなんだけど最後がいまいちやったね。次が水島合戦。それではサムネイルを変えますか。はい、それでは水島合戦のこと第1弾。去るほどに平家は讃岐の屋島にありながら、山陽道8カ国、南海道6カ国、都合14カ国をぞうっとり蹴る。基礎、安からぬことなりとて、やがて打つ手を打つ手を迎えらる。大将軍には未知の国の新方眼吉安が子、八田の方眼代吉木を、侍大将には信濃の国の住人、雲野の弥平四郎幸平を遷として、都合その税七千余騎三四道へ発行す。備中の国水島の都に船を浮かべて屋島へすでに寄せんとす。雨竜十月一日の日、水島が子に小舟一艘いできたり、雨舟釣り舟かと見るところに、騒くして平家の方よりの長の使いの船なりけり、
源氏の方の強者どもこれを見て干し上げたりける五百余艘の船どもを皆我先に我先にとぞ、下ろしける下しけるかな。現代語訳、そのうちに平家は讃岐の屋島を本営として山陽道八カ国南海道六カ国合わせて十四カ国を支配下に置いた。木曽の義仲はこれは容易ならぬ事態じゃと言って直ちに攻撃の軍勢を出動させた。大将軍には道の国の、新宝岩足利の義康の子八田の宝岩大義清、侍大将には信濃の国の住人雲野の弥兵四郎幸平を先発として合わせて7000余騎の軍勢を仕立てて山陽道へ進発をした。備中の国水島の瀬戸で、船の用意をしてまさに屋島へ攻め寄せようとした。うる10月1日水島の瀬戸に小舟一艘が現れた。漁舟か釣り船かと見ると差にあらず平家方からの書状を届ける使者の船であった。源氏方の強者どもがこの小舟を見つけて諏訪やというので海浜辺の上に干し上げてあった500艘余りの船をすべて我先にと海中に下ろした。原文第2段、平家は千余騎で、千余騒でぞ寄せたりける。大将軍には新中納言友盛の卿、副将軍には能登の神則常なりけり、能登殿大恩情をあげて、いかに四国の者ども、北国の八つ原に生け捕りにせられんおば、心うしとは思わずや、味方の船をば組めや、とて千余騒の友綱、へつなを組み合わせ、中にもやいを入れ、歩みの板を差し、引き渡し引き渡し、綿いたれば船の中は平平たり、時作り矢合わせして、陶器をば板落とし、地下橋ば立ちで切る。あるいは熊手にかけて引き落とされるものもあり、あるいはひっくみ差し違えて海へ飛び入るものもあり、いずれ暇ありとも見えざりけり。源氏の方の侍大将、雲野の弥兵四郎幸平打たれぬ。これを見て八田の宝岩大義清安からぬことなりとて主従七人小舟に乗り真っ先に進んで戦いけるが船踏み沈めて失せにけり。平家は船に馬を立てたりければ船ども乗り傾け乗り傾け馬ども追い下ろし追い下ろし船に引きつけ引きつけ泳がす。馬の足立ち蔵詰め浸るほどにもなりしかばひたひたと打ち乗って能登の五百余騎おめいて先をかけたまえば源氏の方には大将軍は打たれぬ。我先にとぞ落ち行きける。平家はこの度水島の戦に勝ちてこそ海家の恥をば清めけれ。現代語訳、平家は千余騒で水島の瀬戸に攻め寄せた。大将軍は新中納言平の友盛、副将軍は能登の神平の則常であった。能登の神が大声を上げて、四国の者ども、北国のやつらに生け捕りにされることを悔しいとは思わぬのか、急いで味方の船をつなぎ合わせようと下知をした。命令一下、千余騒の船は船尾と船首の綱を結びもやい綱で固くつなぎ合わせて歩み板を敷き渡したので、船の上はまるで九月同然平たくなった。まあ海上の要塞みたいな。続き、源平両軍は互いに時の声を上げ矢合わせをした。でもよく考えてみると、なんだっけ、曹操の三国志に出てくる連冠の計みたいですね。続き、遠方の敵は居殺し、近づく敵は太刀で切り伏せる、あるいは熊手の先にかけて海中に引き落とされるものもあり、あるいは組合互いに差し違えて海中に飛び込むものもある。いずれも休む間もなく戦った。そのうちに源氏方の侍大将雲野の弥兵四郎幸弘が撃たれてしまった。
これを見て八田の方眼大義清は、これは一大事というので、主従七人が小舟に飛び乗って真っ先に進み出て奮戦をしたが、船を踏み沈めて一同水死してしまった。一方平家の軍勢は船の中に馬を乗せていたので、岸に近づくと船を傾けて馬を追い下ろし、船の傍らに引き寄せながら泳がせた。やがて浅瀬に達して馬の足がそこに届き、蔵の先端が水に浸かるほどの水深となったので、一同は一斉に馬に打ち乗り、能登の神乗常ら500余騎が歓声を上げながら先陣を切ったので、源氏方は大将軍は撃たれてしまったことではあり、総崩れとなって我先にと逃走をしていった。平家はこたびの水島の合戦に大勝して、海慶の恥をすすぐことができたのである。すすぐの字がちげえ、これは誤植でございますね。さてさて、合戦ですね。私が見ているところはもっとなんか絵がすごいんですけれども、まあしょうがないね。サムネイル見ましょう。平家が山陽道と南海道を討ち取ったので、義仲は出兵し、備中水島の海戦となる。源氏500余艘に平家は1000余艘、船戦に慣れた平家は船を巧みに組み合わせて戦う。源氏は大将軍八田の義清が沈んで敗れてしまう。やはりこの水軍というものがねなかったので、源氏にはね、なので結構苦労したみたいで、後でね、あの水軍の援軍がこう加わったことによってこう、最終的には勝利すると、それがなかったらですねどうなってたんだろうっていうのはありますよね。あの弁慶が連れてきたかなんかするんじゃなかったですかね。というわけで、まあ霧のいいところまで行きました。赤文字ですし、一旦少し休憩を取らせていただきましょう。おごれる者も久しからず、平家滅亡まであと1年と5ヶ月、1年と5ヶ月しかないのだ。さくり平家牧野第8中水島合戦のこと終わります。ありがとうございました。一文字さん拍手ありがとうございます。それではまた後ほど。